小林峠は、北海道札幌市中央区番系と、南区北の沢の境にある峠。北海道道82号、西の真駒内清田線が通過していたが、番系北の沢トンネルの開通により、急道となった。番系と北の沢は隣接しているが、山によって隔てられ急峻な踏み分け道があるだけで、人の往来は困難であり、嫁泣かせ峠と呼ばれていた。 1901年、1歳で北の沢に移住した後の産業観光開発道道促進規制会会長、小林新夫とは少年時代ここを裸足で通学したことから道路開発を志すようになり、1956年規制会を結成。1960年に開作工事が始まったが、重機がずり落ちる等で6年がかりの難工事となり、1965年11月、 ようやく開通した。開通式にあたり、この事業に尽力した小林の中から、ひらがなで小林峠と命名された。なお、国土地理院地図では、漢字表記の小林峠となっている。1989年10月には、峠の頂上付近に開通を記念する記念碑が、建立された。2017年2月3日に、峠の下を抜ける。 番手北の沢トンネルが開通したが、峠を越える旧道もこれまで通り通行できる。航空写真による小林峠付近の変遷。ありがとうございます。